皆さんこんにちは、久保田龍司です。本日も動画をご視聴いただきまして誠にありがとうございます。本日は皆さんに三沢市の新型コロナウイルスワクチンの接種状況についてお伝えさせていただきたいと思っております。こちらのページなんですが、三沢市のですね、新型コロナウイルス接種予約状況を紹介しているページなんですけれども、その中にですね、三沢市の高齢者、全年齢別の1回目、2回目、それぞれの接種率が公表されております。今ですね、高齢者の接種率に関しましてはですね、1回目接種が終わった方が 83%、2回目接種終わった方が 63% ということで、まあ、7月でですね、おおむね接種がですね、完了しているということになります。それで高齢者の接種に関してなんですが、まだまだですね、接種率が上がっていく可能性がありまして、他の都道府県とですね、比較をしますと、山形県ではですね、1回目の接種終わっている高齢者の方がですね、もう 90% いらっしゃいますので、三沢市でもですね、これから、まだまだですね、接種率が上がっていくのではないかというところで、まあ、三沢市としましてもですね、まあ、90% を目指して頑張っていければというふうには考えております。全年齢のですね、方に対してなんですけども、1回目接種終わっている方がですね、36%、2回目接種終わっている方が 27%、ということで、まだまだですね、全年齢に関しましては時間がかかりそうだというところになっております。そして三沢市の今後のですね、予約接種の状況なんですが、まずは高齢者が一番優先をされまして、その次に基礎疾患がある方や高齢者施設等の従事者、教職員、保育士等の方で、その次にですね、64歳からですね、45歳までの方、このですね、年齢の区分に関しましては、三沢市はですね、5歳ごとに年齢を区切って、順次ですね、接種券を発送している状況となっております。私ですね、以前ですね、ブログを書かせていただきましたけれども、対象の方がいらっしゃいまして、その方にですね、接種券を郵送している状況となっております。そして、12歳から44歳までですね、こちらのですね、区分の方に関しましては、8月中旬以降にですね、接種券が郵送されて、接種が開始されるということになります。で、いつぐらいに接種ができるのかという話なんですけれども、これに関しましてはですね、二つの要素がありまして、まず一つ目はですね、高齢者の方とかですね、他に優先的な接種を受けるべき方がですね、どれぐらい接種率が高まっていくのか、接種を希望される方がいるのかという状況に左右されます。今ですね、高齢者の方もですね、接種率がですね、非常に高まってきていますし、あと他のですね、年齢区分の方もですね、接種率が高まっていけばですね、やはりこう優先的にワクチンをですね、そういった方々に回していく必要がありますので、当然ですね、12歳から44歳までの方の接種っていうのは遅れていく状況になります。またですね、国からのワクチンの配分のですね、状況も現状ですね、見通しが立って、なかなか見通しがですね、立てづらい状況でして、8月に関しましては、88箱や111箱とですね、決まっているんですけども、9月以降に関してはですね、まだまだどうなるか、わからないという状況の中で、12歳から44歳までの方の接種に関しましてはですね、これからどうなるか、不明な状況です。おそらくはですね、9月頃からはですね、接種ができるようになるのではないかというふうに私は思っておりますので、これからですね、三沢市から出される情報をですね、確認していただければと思います。本日はですね、最後まで動画をご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。ぜひ別な動画もご覧いただければと思います。それでは失礼いたします。